どうも、こんにちは、こんばんは、白藤優也です。ウィレー2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います。ぜひとも皆様、お時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、本日もですね、視聴者様から貴重なコメントをいただきましたので、早速ですが、ご紹介させていただきたいと思います。シャープ44にてコメントをいただきました、白藤ファミリアメンバーでもあり、こちらのマスターリーグ第2の監督、スバルンでございます。毎度おなじみになっておりますが、本当にスバル毎回毎回ね、コメントありがとうございます。なんか後半に行くにつれてね、長文でね、コメント残していただいて、本当に助かっております。情報提供ありがとうございます。そして今後ともね、第二の監督として、よろしくお願いいたします。早速ご紹介させていただきたいと思います。突破ナイスということで、ありがとうありがとうございます。無事にね、コッパイタリア、3回戦突破することができました。この動画でね、シャープ44の動画ですね。チーム外転生お強いですね。移籍候補なんですが、みんな思い入れが強くて選びにくい。ということで、ゴイオス選手もしくはミハイロフ選手をレンタルリストに加えてみてはいかがでしょうか。今いる初期メンバーはミランで引退してほしいと思いまするということでね。私もですね、やっぱり今いるマスターリーグのオリジナルメンバー、個人的に思い入れがすごく強い選手たちが多いんですよね。はい。なので、ぜひともこのキャッスルダイン選手、アルカス選手、まあ、ウィリー・ハインントン選手も一応ね、下部組織から取った選手ですが、あとはですね、ヘッティ選手、ハービー選手、ゴイオス選手、ミハイロフ選手、下部組織から取ったルイス選手、あたりはですね、私も、ミランで引退してほしいなと思っております。はい。なのでですね、ミハイロフ選手、ゴイオス選手なんですけども、またのちょうどちょっと、お伝えさせていただくんですが、ミハイロフ選手のみですね、一旦レンタルリストに加えさせていただきたいと思います。前回の動画でゴイオス選手、ミハイロフ選手2人加えたんですけども、ゴイオス選手は一旦ちょっとレンタルリストから、外させていただけたらと思います。こちらに関してはまた後ほど、お、サラゴサから来てますね。ミハイロフ選手。香川真司さんがいるとこですよ、選手が。はい、一応、まずはミハイロフ選手をレンタルリストに加えさせていただきたいと思います。そして、新加入のミルナー選手ですが、ヘティ選手の代わりに DMF の位置で積極的に使ってみてはいかがでしょうか。間違いなくこれから伸びていくであろうミルナー選手を使わない手はないですし、年齢的にもこれから厳しくなるヘッティの、バックアッパーとして使っていくのがいいと思われますというね、ありがとうございます。確かにね、今まで、前回の動画からも、変えさせていただいたんですけども、この DMF の位置でですね、元からいたこのイヴァン・ヘッティ選手を、使っていたわけなんですけども、まあ、今回からこのミルナー選手をね、この位置でセンターミッドフィルダーの位置で使わせていただけたらと思います。まあ、総合値もね、ミルナー選手の方が73、ヘッティ選手は DMF で71ということで、まあ、年齢的にもミルナー選手やっぱり若い選手ですし、本当にミルナー選手ね、やっぱ期待したい選手なので、ぜひともちょっと使っていこうかなと思いますね。スキルもこんな感じで持ってますので。で、ミルナー選手に関してはもうほぼどこでも守れますよみたいな。ゴールキーパー以外どこでもやりますよ、私みたいな選手なので、やっぱ今後ね、使っていきたいなと思います。はい。なので、もう早速ミルナー選手はね、スタメンで使っていきたいと思います。はい。それと、スパサブの CF ですが、いないのであれば、自分のチームから生み出してしまえばいいじゃないですか。取りたいスキルを見たら、必要な能力値が記載されているので、それを見て重点トレーニング、もしくは適したトレーニングを施して、若いスパサブフォワードを育て上げましょう。というね、本当に長文でね、長いコメントを、スバルン、ありがとう。マジで本当に助かります。私ね、サッカーも初心者ですし、ウィーレも初心者なので、こういったね、長文コメント、まあ、いろいろ情報提供いただけるの助かります。ありがとうございます、スバルン。今後ともね、よろしくお願いいたします。ということで、今現状ですね、センターフォワードの、スパサブというとこなんですけども、先ほどもですね、ご紹介させていただきました。元からいたですね、マスターリーグオリジナルメンバー、このハービー選手が、スパサブのスキルを持ってるんですが、まあ年齢がもう28歳ということで、今後ね、能力が落ちてくる。
っていう感じになりますので、新たにですね、やっぱスパサブのセンターフォワードを作りたいなというところで、今回ですね、このゴイオス選手にですね、スパサブをちょっとお願いしようかなと思っております。まあその理由もあってね、ミハイロフ選手をレンタルに加えさせていただいたという感じにはなるんですが、まずね、ちょっとスキル見ていきたいと思うんですけども、スパサブのスキルを取るにはですね、こちらですね、取得条件といたしまして、決定力80、瞬発力80が必要ということで、ございます。で、ミハイロフ選手と、ゴイオス選手を比べさせていただいたんですけども、決定力と瞬発力を見ていきましょうか。まずは、ミハイロフ選手、このような形で、決定力72、瞬発力60と、まあ多分スパサブ等には当分先になるかなという感じでございますね。はい。で、ゴイオス選手に関しましては、決定力72、瞬発力がもうすでに80あるということなので、まあ決定力さえ上がれば、スパサブのスキルを取ることができる。そして年齢も26歳と、まだね、これからの選手、一応まあハービー選手よりは若い選手にはなるので、まあちょっとスパサブ、ゴイオス選手も、取ってもらおうかなと思いますね。やっぱり今後ね、即戦力のセンターフォワードとかが来ると、どうしてもマスターリーグからいた選手に関しましては、まあベンチからのスタートが多くなると思いますので、まあそういった時にゴイオス選手スパサブとか持ってれば、まあ途中交代でも使えるのかなというのがありますので、早速ね、スバルンからコメントいただいた通り、スキルトレーニングですね。あ、違うわ、ごめん違うわ、トレーニング、普通のトレーニングですね。はい。で、ゴイオス選手をちょっと見ていきましょう。ゴイオス選手、こちら、重点トレーニングさせていただきました。はい。で、決定力が上がる重点トレーニングのシュート、すべて、割り振っております。なので、とりあえず決定力80まで上がれば、スパサブのスキルを取ることができるという形でございますので、今、重点トレーニングやらせていただいておりますよ、という感じでございますね。本当に貴重なコメントね、スバルン、ありがとうございました。というわけで、今後もね、視聴者様からの貴重なコメントをどしどしご紹介させていただけたらと思いますので、皆さんお時間あるとき、もしよろしければね、コメントいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速続きやっていきましょう。本日の動画はですね、リーグ戦3試合でございます。アタランタの試合、そして移籍期間最終日を踏まえまして、25節レッチェ、26節サッスオーロとの試合やっていきたいと思いますので、皆さんぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。ただいまミラン8位でございます。で、今回の、まあ、セリエ A に上がっての初シーズンの目標はですね、まあ、8位以上という目標を掲げておりますので、なんとかね、8位以上ちょっと入りたいなというところですね、このシーズン目標。はい。頑張っていきたいですね。今、ギリギリの位置にいるので、まあ、ジェノアとのね、まあ、9位ジェノアとの差も、勝ち点が、2と、で、ナポリ、まあ、上の7位ナポリとの差は、4ということで、なんとか、まあ、本日勝ち点3をね、ちょっと取りに行けたらなと思いますので、頑張って3試合勝っていきたいと思います。前回の動画ひどかったですからね。0対0、0対0、0対0というね。はい。もうセンターバック大活躍みたいな感じの試合だったんで。まあ今日はいい形でね、ちょっと勝ち点3を取りに行けたらなと思います。はい。見ていきましょう。さあ、ということで今日はなんとベアー選手絶好調。それは使ってあげよう。まあスタミナ的にモンテロ選手の方がちょっと低いので変えてあげて、大越選手絶好調使おうか、今日も。で、ヘイティキさんも調子いいので、ミルナー選手スタミナあれなんでちょっと変えましょう。ルカビナ選手もいいね。今日はじゃあもうディフェンダーは、ジェフリー選手以外全員変わりますね。ディフェンスライン、期待ですね。で、ジャッキリーニさんはスパサブ持ってるので途中出場させたい。アルカス選手も今日調子悪いからテベス選手入れようか。うん、スタミナも考慮してね、アルカス選手は。今日はこれでいきましょうか。ではね。はい。あとは調子いい人はいなそうだね。OK です。では今日の1試合目はこれでいきたいと思います。では、アタランタとの試合、キックオフやっていきましょう。さあね、今回の移籍市場で、まあ、転生選手もそうですし、即戦力のね、センターフォワード、センターバックのベテラン選手も獲得できましたので、なんとかね、新チームで勝ち点3を取りに行きたいなというところではあるんですが、頑張っていきましょう。さあ、本日も入場シーン、アウェーのグラウンドですが、まあ、初戦ということで、この試合、入場シーン見ていきましょうか。さあ、アタランタですね。いいですね。なんかユニフォームが、あ、イーサン・アンパズ選手がいる。将来ぜひともうちのチームに入ってきてほしい、センターバックのアンパズ選手ですね。
いやー、やっぱこういうフェイスで結構ね、やっぱり動画映えもする選手だと思うので、アンパール選手ぜひともうちのチームお待ちしております。さあ行きましょう。そして今現在ですね、前回の動画最後の時にやったんですけども、あのモンテーロ選手と本田選手、まあレンタルでうちのチームに入ってきていただいている選手なんですが、まずモンテーロ選手にですね移籍交渉をかけております。まあ、若い選手というのもありますし、これから市場評価額もどんどん上がってくるので、まあ、本田選手は逆に年齢もね、そろそろやっぱり能力的にも落ちてくるので、市場評価額も落ちてくるというところで、まず先にちょっとモンテーロ選手の移籍交渉だけ、進めておりますという感じですね。いや、テベス選手強いね。強いよ、フィジカル奪われないですから、まあ、アルカス選手に代わるねセカンドトップとしてテベス選手には期待しておりますよ。さあ頼むよ、今日は勝とう、今日は勝とう、いいよ。仕掛けるか。そう、まだエリック選手のねゴールシーン見えてないですからね、即戦力として期待しているので。さあキャッスルダウンもいいね。さあ本田さん、圭介本田、さあ今日はルカビナ選手を使っているライトサイドバック。いよいよ結構攻められてるよ、うちのチーム。いいよいいよ、支配率も高そうだよ。さあ行きましょう。お、いいぞ、エリック、エリック。サンマのスーパーからフリテレビっていう見てた方いますかね。そのフェニエスト外国なんか全然わかんない、フェニエスト外交なんとかみたいな、あのボビーさんとかが出てた番組があるんですけど、コーナーがあるんですけど、そこにエリックさんっていう方もいてですね、めちゃくちゃ面白い、本当にあの番組に皆さんに見てほしい、もう一回やってほしい。さあチャンスだ、キャッスルナイン、惜しい。いやー、でもいいよいいよ、いい形でシュートを打ててるので、ちょっとリプレイ見ていきましょうか。いいよ、エリックさんから。しかもなんか頭もちょっとアフロっぽくて似てる気がする、エリックさん。ぜひともね、エリックさん、いやー、スーパーセーブ惜しいね。いやー、でもチャンスは作れてるよ、頑張っていきましょう。さあコーナーは本田さん、シャイリともね、いい感じにこっちが取ってますから。さあ本田圭佑、圭佑本田から、いいボールが入った、これは通らない。さあセカンドボールしっかりね、ヘッティヒから阿部選手、阿部選手キープしてサイドバックも戻ってきてるよ。 OK、 大越さんいいクロス持ってる、大越優太選手からどうだ、うわ惜しい、キャッスルナインじゃなくてエリックか、エリックさん。いやー惜しいね、見てた人いるかな、ファニエスト、なんだっけな、名前忘れちゃったな、あのサンマのスーパーからくりテレビっていう番組がありましてですね、ファニエストだっけな、ファニエスト外語学院や、そうやそうや、はい、ファニエスト外語学院っていう、当時まあボビーさんとかもね、まだ日本語が上手くなかったので、めちゃくちゃすごい好きでね、最近もね結構 YouTube の動画とかで見たりしてるんですけど、めちゃくちゃ好きだったんですよね、これね、当時めちゃくちゃ笑える、本当にぜひとも見てみてください。まあ、そこにエリック選手、エリック選手じゃないわ、エリック選手ちゃうわ、うちのチームやわ、まあ、エリックさんっていう人がいたんですけどね、アフロのね。さあ前半もロスタイム0分、これラストワンプレーになるかな。いや後半からちょっと攻撃的にいこうか、でもねいい形で攻撃はできてるのでね、うちのチームもね、なんとかちょっと得点を取っていきたいですね。まあ、得点力が低いっていうところでね、即戦力のエリック選手を取ったんですが、いや枠内にも3本入ってますからね、シュート3本中、いいですよ、いいですよ。さあ後半戦やっていきましょう、攻撃的にいきましょう。特にディフェンスに関して言うと早め即戦力ではセンターバックのジェフリー選手、そしてセンターフォワードのねエリック選手を獲得したので、なんとかねうちのチームも得点力を増やしていきたいというところでね、まあ中盤もね本田選手も入りましたし、エリック選手が簡単に取られていく、まだまだこれからかな、エリック選手日本語の勉強はね、これからこのエリック選手はハニエストエリックって思うかな、ハニエスト、そうですね、ハニエスト外語学院からエリック、ハニエストエリック、ミランがこの5試合はニックネームハニエストってないかな、頼むよ。60分以降になってプレーが一旦中断したらですね、ゲームプラン確認して選手交代を使っていきましょう。阿部さん2人で OK、 ナイス、いいよチャンス。さあファニエストエリックからテベス、この2人のなんだなんだなんだ、この2人の OK、 おおなんだなんだ、すごくなってるよ、テベス1回サイドに OK。 さあケイスケホンダ通ったら面白い、ケイスケホンダ通らない、アンパズ選手がすぐに分かるね、もう見ただけで。
いやーマジかーボールが取れない。いやうちのチーム本当にねセリエ A1 の引き分けを誇るチームですからね。なんとか今日の試合はね勝ちたいな。最近全然勝ってないからね、まあ、前回の動画が3試合とも引き分けっていう印象が強すぎて。いいよいいよいいよいい形よ。70分エリック、エリック頼むよエリック。ファニエスト外語学院エリック。さあ残り時間も少なくなってまいった。プレーも止まらないから交代枠も使えない。先はツルダインからエリックに通った。ファニエスト外語学院エリック、さあどうだ、うん、完全に抑えられてるセンターバックの選手に強いね。さあということで一旦プレー中断したので交代枠使っていきましょうか。ちょっと今日エリック交代か。これはハービーのデマールドスパサバハービー。わお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 、もう体力があかんじゃないですか皆さん。やばいですよこれ。まあスタミナ的にはそうだ、まあ、キャッスルナイン選手は変えよう。熊野パディントン、そしてジャッキリン選手もちょっと入れよう今日。テベス選手本田選手スタミナ同じぐらいだからちょっとなんとか耐えてほしい。いやスパサバハービーの出番今日ないな、ごめんハービー。ちょっと一旦これでいこうか。まあでもカラチェフ選手どっちにしろ本田選手今日ね、まあカラチェフ選手デフ等だからハービー入れるか。テベスさんに変えてハービーセンターフォワード、ここ逆にしよう、こっちでいこう。さあ頼むよスパサーブハービー、そしてジャッケリーニ頼んだよ、崩しておくれ。行きましょう、残り12分ぐらいしかないけど本田選手にはちょっと頑張ってもらおう、怪我だけしないように。ヘッティヒ、さあヘッティヒ何かを起こす男、スパサーブハービーいますから。さあエリック、エリックキープ、いいよエリック、エリック簡単に捉えないで。あエリックじゃない、パディントンだ、通りでうまいわけだ。さっきはスルダインからケイスケ、ホンダ打っても面白かったけどな。いやジャッキリンだ、キャッスルダインはいなかった。キャッスルダインの代わりにクマのパディントン、ハリントンが入ってた。さあやばいね、点取れないね。まあ、なんとかアウェーのね地での試合なんで負けはしたくないんですけど、勝ちたい。やばいロスタイム1分、もうラストワンプレーだこれ、取られるのや絶対、押さえてボール出せ、 OK、 そしろコーナーか、コーナーまでやらせる気か、おいコーナーまでやらせる気だな、もしかして。うわコーナーまでやらせる気やないかい。やばいね、もうラストワンプレーだから守備的にいこう。もうこの時間をとりあえず抑えて、嘘でしょ、危ない。なんかゴールキーパーの反応が悪いと思ったら全然枠外れてたんだね、よかったよかった。ということで本日の動画、アタランタとの初戦0対0、前回の動画から4試合連続引き分けですよ。ちょっと頼むぜ、相手のチームでしたね今日の MVP は。はい、ということで第24節1勝の結果でございます。引き分けが多すぎる、13回も引き分けてますからね、うちのチームダントツですよセリエ A。 自慢じゃないですけどダントツです、自慢できるようなことじゃないんですけど、やばいね。さあということで移籍期間最終日までとりあえず行きましょうか。交渉日なんか来てますね、モンテロ選手かな。テベス獲得失敗、いやいやいやこれからですよテベスさん、まだまだ若い。モンテロ選手交渉決裂か、ちょっと早い段階に交渉まとめておきたいんですけどね。師弟関係か、チームに影響力のある選手を獲得するにはかなりの情報が必要となってきたか。ルカビナ選手になんか来てますね、出せないですね。でもモンテーロ選手また後で行こうか、ちょっと上げましょうか移籍金。そしたらうんちょっと上げよう、十分な出場機会はあるんですけどね、使ってるからな。ルカビナ選手はちょっと出せないですねまだね。はい交渉中止、 OK、またのちょうど後でモンテーロさんに交渉行きましょう。いやーモンテーロ選手はどんどんね総合値も上がってくる選手だから市場評価も上がってきますからね。さあ交渉日なんか来てる、見ていきましょう。メールスカウト、なんか日本人選手、架空の選手連れてきてますけど、まあ、優秀な選手じゃないのでスルーします。ということでモンテーロさんもう一回行きましょうか。移籍交渉申し込む、移籍金ちょっと上げるか。どうだろう、14、まあこれぐらいどうすか。で3年契約、我々のクラブの役割に懸念を入れてる。まあ選手の年俸はこれでとりあえずいこうか、一旦移籍金だけ上げてみよう。とりあえずまずチームとの交渉をねやっていきましょう。
で、チームとの交渉がうまくいって、まあ、選手との交渉が失敗したら、選手の年俸を上げましょう。はい。さあ、移籍期間最終日、最終日。まあ、モンテロ選手獲得したいな、できたら、モンテロの決裂。うーん、マジか。そっか。ここでも無理か。十分な出場機会を得られないと判断した。いやー、使ってるんだけどな。使ってあげてんだけどな。もう一回後で行きましょう。1時間進めて。モンテーロさん、なんとかこの移籍市場で決めたいね。お金にまだちょっと余裕があるんで。もう一回行きましょう。無理だ。リストアップじゃない。交渉できない。まだ交渉できないですね。もう交渉できないんじゃない、もしかしてモンテーロさん。1時間ずつ進んでも無理かな。ちょっと確認していきましょうか。無理ですね。無理だ。そっか。じゃあまたちょっと次回のって感じかな。じゃあ今回の移籍市場はこれで終わりましょう。まあでもね、転生選手もいい選手たち獲得できましたし、まあ、即戦力となる、ね、選手も獲得できたので、まあ、今回の移籍市場は良かったんじゃないでしょうか。まあ次回ね、なんか来てるメール。見ていきましょう。ミハイロフに交渉来てますね。レンタルリストに入れてるからね。ミハイロフ行ってきていいよ。ミハイロフちょっと再交渉してお金あげて、行ってらっしゃい、ミハイロフ。レンタル期間は1年。ちょっとあげよう。交渉して。9万4000ユーロ。99万か。100万どうすか？ 100 万。100万いこう、100万。OK。100万でどうですか？ 100 万だったら出しますよ。3時間も使っちゃったよ、この時間に。さあ、どうだ？モンテーロ交渉設立は見た。OK！ ミハイロフいける。ということで、じゃあミハイロフ選手ちょっとレンタルで出しましょう。いや、うちのチームでもね、活躍してくれてるミハイロフだったんですが、ちょっと、他チームに行ってもらってね、まあ、ちょっと経験値を上げてきてもらいたい。総合長。交渉設立。OK！ ミハイロフ選手頑張ってきて、移籍金ちょっと増やしました。OK！ まあ、レンタルなんでね、ミハイロフも帰ってきますから。強くなって帰ってくる、ミハイロフ。期待してるよ。さあ、他チームのモンテロさんとの交渉はやっぱできないですね。じゃあ今回の移籍市場はこれで終わりかな。次回は夏ですね。はい。まあ、6月以降に移籍市場がありますので、そこでね、新戦力を獲得できたらなと思います。ということで、冬の移籍市場は以上でございました。ここからはね、移籍市場が終了しての、リーグ戦、そしてコッパイタリア、頑張っていきましょう。期間終了。月間ベストイレブン選ばれませんでした。カラチェフ選手、総合値73、メリコフが衰退してってる。頑張って、メリコフ。引退するんだから、うちのチームで。そして、コッパイタリア、準々決勝があります。頑張っていきましょう。そしてね、インテルとのダービーマッチ。いきましょう。さあ、ということで、2試合目、本日リーグ戦やっていきましょう。レッチェとの試合ですね。そろそろ勝ちたい。ミルナー選手、今日調子悪いので、ヘッティヒを DMF で使って、で、いいかな。今日はこんな感じでいきましょうか。川島選手、まあ好調だけど、まあ、一応、ロペスさんと変えて入れとこうか、ベンチに。まあ、ジャキーン途中で使おうかな、スパサブ。ということで、今日はね、ちょっと、ほぼほぼベストメンバーですね。まあ、ヘッティヒが入るぐらいで。さあ、行きましょう。キックオフ、レッチェとの試合。4試合連続引き分けを避けたいところなので、まあ、前半から攻撃的に行ってもいいけど、まあ、リーグ戦、長い目を見て、まだいいか。まあ、前半0対0で終えたら、やっぱ後半から攻撃的に行きましょうね。積極的にね。さあ、ということで、冬の移籍市場が終わりましたので、またね、次は夏の移籍市場に期待しましょう。レッチェ。まあ、夏の移籍市場までにね、モンテーロさんと、ケイスケ・ホンダさんは獲得したいんですけどね。なんとかね。いや、モンテーロ選手結構きつそうだな。交渉がうまくいかないですね。まあ、本田選手はね、どうだろう。いけそうな気はするんですけどね。まあ、ね、市場評価額とかも、年齢とか総合値も下がってきてるので、もう落ち着いてくるんではないかなと思うので。まあ、本田選手はまだ後回しでもいいかなと思ってるんですけど。いいね、本田さん。圭介本田です。素晴らしい。本当にね、本田選手は結構ね、ボール取ってくれるんですよ。レッチェがこの試合さあ、フェニエスト、ファニエストだった。フェニエストって何やねん。ファニエスト外国学院、ファニエスト、エリック、初ゴールを見せてくれ、うちのチームでの。頼むよ、ファニエスト、エリック、初ゴール見たいよ。頼むよ。アルカスさんもね、スタミナが落ち着いてきてますから、いいよ。ジョルザからファニエスト、エリックに。
これは繋がりませんでした。なんとかね勝ち点3も取りたいとこなんですが、今シーズンの目標8位はね絶対達成したい。エリックからアルカスにいいパス、アルカス、アルカス、おお、やっぱ決定力ないわ。これぞアルカスっていうねシュートでしたね。いやー、アルカスチャンスやったけどな、もう完全に1対1じゃないかい。うわ、外すか。まあまあまあ、でもねポジティブにチャンスは作れてるというところで頑張っていきましょう。アルカスもね昨年の、まあ、2部リーグ得点を抱えてますから、なんとかセリアでもね頑張ってほしいですね。さあ、ケイスケ本田からいいボールが出た。エリック、ファニエスト、エリック、お、ファニエスト、エリック、お、ファニエスト、エリック、頑張ってくれよエリックさん。ベテラン選手ですけども、うちの即戦力になってもらう選手なんですから。今即戦力という活躍ができてないぞエリック。下手したらゴイオスとかミハイロフの方が良かったぞこれ。頼むぜエリックさん。さあ、阿部選手、オッケー。さあ、今日はコラロフ選手使ってますと。いいよ、キャッスルダイン、トライアングル Z の中心。さあ、ケイスケ・ホンダ、ケイスケ・ホンダキープ、オッケー。さあ、ジョルザ、いいクロスありますよジョルザ。いいよ、阿部選手に預けて、さあなんとかチャンスを作ってほしい。さあ、ケイスケ・ホンダ、ケイスケ・ホンダが持ったら何かがある。キャッスルダインからアルカス、アルカス決めろ。おお、いいよいいよいいよ、でも結構いい形でシュートで打ててる。いや、決めてほしかったけどねアルカスには。ケイスケ・ホンダが持つとやっぱ何かがあるんです。ここでキャッスルダインからアルカス、わーい、キーパーに止められていく。大丈夫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 、まだあるよ。さあ、ケイスケ・ホンダのコーナーキック、ケイスケさん頼みますよ。さあ、どうだ、いいボール入った。キャッスルダイン、キャッスルダイン、キャッスルダイン、よく決めたキャッスルダイン。いや、いいコーナーだったよケイスケ・ホンダさんの。リプレイ見ていこうよ。素晴らしい、このコーナーがやっぱあるとね、ケイスケ・ホンダ選手早く獲得したいですよね。いいシュートでしたね。素晴らしい、勝つよ勝つよ今日は。気合入ってるよ、ここキャッスルダイン。なんか相手の選手に当たってない？相手の選手に当たってキャッスルダインに当たんなかった？ちょっと見ていくよ、キャッスルダインの動き。絶対相手の選手当たってないか。おい、ナイス、キャッスルダイン、いいよいいよ、勝つよ勝つよ今日は。ちょっと後半ね残り時間少なくなったら守備的にこの1点を守りましょうか。もう1点取りたいね。でもね、なんとか勝ちを近づけるために。いいよいいよいいよエリック、エリック、なんで戻すのアルカス、なんでそのまま行かないアルカス。今のはそのまま行ってほしかったぜアルカスさん。まあ、ということで、とりあえずね前半戦1対0でございます。相手チームにもねシュート打たれてないのでいいんじゃないですか。さあ、後半戦やっていきましょう。勝つよ、もう引き分けが多いチームなんて言われたくない。飲むよ、いいよ、カスライン。このね、フォワードの2人とトップ下のキャッスルダインの関係性をトライアングル Z とね私は名付けておりますので、今日はトライアングル Z がいい活躍してるよ。さあ、モンテロからファニエスト、エリック、ファニエスト外交学院、エリックです。さあ、ケイスケ・ホンダ。さあ、60分以降になったらねゲームプラン確認していきましょう。いいよコラロフ、いい感じ、エリックとアルカスのワンツーパス。ケイスケ・ホンダ、いいよ、アルカスからキャッスルダイン、あー、これはちょっと大きいか、まだある、惜しい。残り時間もう60分になりましたね。頼むよ、ゴールキーパーにはカシージャスさん、そしてねロペス選手もいますから、うちのチームはゴールキーパーももう熱いですよ。これが総合値どんどん上がってくるとね、期待の転生選手です。さあ、なんとかなんとかなんとか抑えてほしい。 OK、 さあ70分になった。
そろそろ交代枠とかも使いたいんだけどプレーが止まらないんじゃい。相手に取らせないことが最優先みたいですよね。先ほどから守備しっかり守れてるよ。今日はね中盤に守備的ミッドフィールダーヘッティヒさんもいますから結局呼んだ。おいおいおい倒されてるよ。ファウルないんかい。アドバンテージ取った。決定的なピンチになりかねないですからね。時間使って時間使ってジョルザラインが下がりすぎてしまう。取られるなよ。チャンスだ。エリック来ました。ファニエスト外語学院エリックの初ゴールですかね。うちのチームに来て初ゴールじゃない。ファニエスト外語学院エリック、ナイス。これぞ即戦力というね。頭で決めていく。よし、この1点大きい。じゃあリプレイ見ていこうよ。ナイスナイス。でもクロスも良かったんじゃない。見ていきましょうよ。ちょっとこれジョルザがね、ジョルザ選手がキープしてキープして時間を使って使って時間を使うかと思えて上げてきてエリックです。ファニエスト外語学院エリック。あ、なんかゴールのネットに突っかかってます。エリックです。いや、ジョルザさん、ジョルザさんだよね多分ね。エリック、ファニエスト外語学院エリック、素晴らしい、よくやってくれたルカ・ジョルザ。さあここもね、うちのチームもちょっとメンバー交代をしていきましょう。いやー、この1点大きいね。もうこれは本当に勝ちを近づける。キャスダイン選手変えてあげよう。パディントンで、もう早い段階ですがどうしようかな。エリックさん体力あれなんでちょっと変えてあげようか。じゃあスパサバハービー入れようか。ハービー入れてで、ジャッキリーにもちょっと今日調子いいからもう変えちゃおう。3枚替えでいこう。もう変えるのめんどくさいから3枚替えで。もうね、80分だしね。スパサブハービー、ジャッキリーに投入でーす。そして、キャスルダインに代わって、熊野パディントン選手、行きましょう。さあ、なんとかね、もうね、この試合は勝ちましょうよ、もう。頼むよ。よくやってくれた、ファニエスト外語学院エリック。初ゴールじゃないかな、うちのチームに来て。いいよいよ、今後ね、もっとね、チームスピリットっていうのも上がってくると思うので。いいよ、ハービーからアルカス。ハービーの活躍は止まりません。アルカスからハービー。ハービーです。どうしたのハービーちゃん。絶好調だね。これだからやっぱね、スパサブハービーはね、やめられない、止まらない、スパサブハービー。はい、カッパエビセンみたいなね、やめられない、止まらないですよ、スパサブハービー。うわ、この1点はもう勝ちをね、決定づける1点になったんじゃないでしょうか。ここね、ハービーからよくね、ハービーがアルカスにスルーパス、そして奥に走ってるハービーにアルカスがいいパスだ。いや、スパサブハービーの活躍が止まらない。スパサブハービー止まらない。はい、夢見る少女じゃいられない。夢見るスパサブじゃいられないよ、これは。よしよしよし、よくやった。素晴らしい。さあ、じゃあもうね、このね、3点を、いや、まあ3点を抑えるというか、もう無失点でいきましょう。無失点で勝とう、この試合。いや、もうこの3点は大きいですね。しかもこのね、もう試合終盤にね、このハービーが途中交代でしっかりと点を取ってくれるとこね、監督の采配的中みたいなね。さあ、アルカス。さあ、ケイスケ、ホンダが出てくる。いいボールあるよ。さあ、ジョルザ、先ほどアシスト決めてるジョルザからまた決めちゃう。うん、 OK ということで、本日ミラン3対0でレッチェに勝利。前回までの4試合の0対0の引き分けは何だったんだっていうね、感じでございますが、素晴らしい。OK。ということで、3対0、いいですね、7.5、キャスルダイン選手、アルカス選手、エリック選手、ケイスケ、本田選手、ハービー選手も 7.0、素晴らしい評価点。ということで、第25節の結果はこのような形でございます。さあ、ミランは、お、勝ち点40、でもまあ、ジェノアとの差は、変わらずか。ナポリとの差も4。なんとかこの位置をキープしてね、いい形で、まあ、8位ギリギリは怖いからね、ラッキー7ぐらい入りたいですよね、今シーズンね。いい形で終えたいところ。
さあ、ということで本日最後行きましょう。その前にちょっと交渉だけしとこう。モンテーロさん、モンテーロさん移籍交渉申し込んでおきましょう。我々のクラブでの懸念を抱いてるね。そんかな、そんなに全然出れますよあなた。うん、これでいこう。100かな、276万5000円ですもんね、今、給与さんが。そうそう、100万で年俸。で、移籍金1400万ユーロ。で、なんとかいけないでしょうか。ちょっとモンテロさんが取れたらね、ケイスケ・ホンダさんにも行きたいなと思ってるのでね。取れるかは分かんないですけどね。さあ、本日最後の試合やっていきましょう。連勝で終わらせたいところですね、今日の試合。安倍さんが調子悪い。マジか。どうしようか。安倍選手。まあ、ジャッキーニさんはスパサブで使いたいからな。コラロフ選手。あ、コラロフ選手。一応レフトミッドフィルダーも71なんだ、総合値。じゃあ、コラロフ選手先に入れようか、今日は。エリック選手も調子悪いので、今日はゴイオスさんの出番ですよ。久しぶりにゼロナウドことゴイオスの出番です。テベスさんも調子いいけど、今日、じゃあ、カラチェフ選手も使おうか、ライトミッドフィルダー。オリベイ選手も絶好調使おう。ジェフリー選手ちょっとスタミナあれなので変えてあげて、アントニオ選手も調子いいのでジョルザ外してで行こうかな。オークス選手も調子いいけどコラロフ選手も調子いいのでね、うん、で行こうかな。まあ、逆に2枚セカンドトップにしても面白いかな。フォワード2枚セカンドトップみたいな感じでちょっとやってみようか今日は。OK です。では今日はちょっとこれでいきましょう。阿部選手は気を使わないので、ルイス選手入れとこう。OK です。では今日はこのような形でね、いきましょう。ちょっとね、チームスピリットも69まで下がっちゃうんですけど。まあ今日は、レフトミッドフィルダーにサメドフ選手、そして、ライトミッドフィルダー、カラチェフ選手、期待ですね。よし、行きましょうか。よし、やっていこう。では、サッスオーロとの試合、キックオフだ。連勝を狙っていきましょう。まあ、連勝を狙いたいとこなんですが、チームスピリット69とね、だいぶ下がってしまったので。なんとかね、勝ち点、最低1でも取っていきたいですね。まあでもね、まあ9位のチームも、勝ち点差があんまりあるわけじゃないのでね、なんとかどんどん、勝ち点3を取って、広げていきたいですね。さあ、サッスオーロとの試合、本日最後のゲームでございます。やっていきましょう。サッスオーロ対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。コンディションですが、時々雨という条件の中、今日はナイトゲームが行われます。今日はね、ライトミッドフィルダー、レフトミッドフィルダーが本来の選手たちじゃないですからね。ちょっと怖いところあるけど、 OK、 ナイス。カシジャス選手、カラチェフ、見えないよボール。おっとおっと、カラチェフファウルでしょう。ゲームはスタートしています。こっちボールよね。オッケー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 。危ないよ今日はね。日本人選手は残念ながら出てないんでね。大越選手、阿部選手、本田選手は出ておりませんが、なんとか勝ってほしい。どういった立ち上がりになるんでしょうか。まあ、結構ね、今日調子いい控えの選手とかもいたので、まあ交代枠はしっかり3枚使っていきたいなというところですね。今日はフォワードはセンターフォワードの人が入ってきてないので、セカンドトップ2枚ですが、これがね、どうね出るか。選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。中にいるとなかなかボールなかなかボールが取れないね。ボールに絡んでチャンスを作りたい。相手もやっぱ前半から攻撃的に来てますからね。さあ、カルチェク選手取れない。さあ、その後オッケー、ナイス。ミルナー選手、いいね、いいパス。チャンスよ。アルカス、テベス崩していこう。セカンドトップの2人へ。センターフォワードがいない。フォワード陣いけるかな。カラチェフ、いいよ、カラチェフ、はい、キープして。さあ、ルカビナ選手からいいボール入った。あ、ルカスには通らない。でもね、チャンスですね、コーナーキック。さあ、今日コーナーキック打つのは誰だ。アルカス選手か。 OK、 今日はね、本田選手がいないので、本田選手の次にコーナーキックが前、アルカス選手。わ、惜しい。枠内ではなかったですね。でもいいコーナーキックだったよね。惜しい惜しい惜しい。ミルナー選手かな、多分。いや、でもいいよいいよ、いい形で攻撃できているよ。頑張っていきましょう。さあ、連勝したいところ。
いい形でね前の試合3得点で勝つことができましたので、この試合もいいよ、チャンス、テベス、いけ、1対1、テベス走れ走れ走れ、テベス、テベス、テベス、ちょっと打つの遅いんじゃないっていうね、もうちょいダッシュしてほしかったね、今のね、ディフェンダーに当たってたね、ここね、もうちょいダッシュできたんじゃない、これここダッシュして、うん、遅いね打つのがね、厳しい監督、自分で操作しないくせに厳しい監督、いやーテベスさん決めてほしかったな、まあまあこれからの選手ですからね、テベス選手。さあ本日2本目のコーナーキック、アルカス選手です。いいボールを上げてくれ、セカンドボール、あー取れないか、逆にカウンターやばいね、ユミルナー選手がここまでね来てますから、出てきてますから、危ないよ、さあミルナー選手、オッケー、誰もね、アルカス、いや通らないか、ここはすぐ奪い返します、さすがチャンス、オッケー、アルカス、ミルナー選手の活躍もいいですよ、さあ左サイドへ、ミルナー選手とヘッティ選手っていうね、オッケー、さあアルカス、開けて、このクリアボール拾いたい、さあもう前半残り時間少なくなってまいりましたね、相手チームは前半から攻撃に来てるのでスタミナがねやっぱり減りも早いので、後半はうちの流れでいけるんじゃないか、これは、大きいですね。これはタイミング合いませんでした。さあということで前半戦は0対0での折り返しでございます。まあでもね、いい形で攻撃もできてますし守れてるので、後半戦なんとかねちょっと先制点を取りたいところなので、攻撃的に行きましょう。結局スコアに動きはありませんでした。頼むよ、取ろう取ろう、勝とう勝とう、この試合。さあモーテロからいいボール入ってサメドフ、そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。セリエ A 第26節、さあソール対いいよ、キャスルナイン、さあテベス、前半互いにノースコアの最後に出してもおもしろい、 OK、 さあカラチェフ、さあご覧のように本田選手の代わりに使っているカラチェフ選手、期待するよ、サイドバック曲がってきているけど、これはコーナーキック、いいよいいよ、今日コーナー多いですね、素晴らしい素晴らしい、結構攻められている証拠ですよ、コーナーが多いってことは。さあ行きましょう、そろそろ点欲しいよ、うちのチームも。さあアルカスからカラチェフに合わせたボールですが、セカンドボール OK、 コラロフ、コラロフ惜しい、コラロフさん、シュート打つまでのリズムが非常に速いですね。いやでもいいよね、シュートで終わるってことは大事ですから。さあやばいよ、逆にピンチ、 OK、 大丈夫大丈夫、コラロフ、カラチェフさん、また中央へ、さあピンチだ、一旦プレー中断したら選手交代も使っていきたいところ、カシージャスがいます、カシージャスがいるんです、さすがカシージャス、さあこれはどうだ、うーん、カラチェフ、おっ、あー惜しい、キープできん、組み立て直します、さあ一旦ちょっとプレー中断してほしいな、交代枠も使っていきたいところなんですかね。いいよ、モンテロさん、モンテロさんね、ずっとねうちのチームでスタメンで使ってるんだけど、なんかね移籍交渉すると役割のね懸念を抱いてるってことなんで、うちのチームではねスタメンで使ってるんですけどね、ずっとね、絶対うちのチームにいた方がいいと思いますよ。さあ答え枠使っていきましょうか、体力的には大丈夫そうですね。じゃあジャッキリにとりあえず入れて、レフトミッドフィルダー、大越選手も調子いい、まあハービー選手今日調子いいので、じゃあハービー選手センターフォワードで入れて、アルカスちょっとセカンドトップに下げてという形でいきましょうか。 OK だね、よしこれでいこうかな、あセカンドトップになってるな、センターフォワード OK、 よしではとりあえず、まあ、スパサブ、ジャッキリーニとハービーちょっと入れてという感じですね。まあキャスルナイン選手もまだ体力あるんでちょっと使っていきましょうか。ミランさあ頼むよ、ジャッキリーニスパサブ、そしてハービースパサブ、何かを起こす男、それがスパサブです、いやハービーです、頼みます。さあなんとか得点を取りたい、残り時間も少なくなってきましたよ、キープキープ、さあミルナー選手に預けて、さあミルナー選手のキープ力、さあコラロフレフトサイドバック、さあキャスルナイン、キープして、
外だ。うーん、ここはちょっと連携が合わないか。いいここまで攻めたんですけどね。もったいないね。この終盤での攻め合いは、ハービーに出せば何かあったよ絶対。さあ80分、あーもう1枚交代枠使ってもよかったかもな。でもいいか。モンテロ、いいねモンテロ。そう簡単には得点は取らせませんよ、モンテロさんがいるんで。そこミルナ、オッケー、ナイスミルナ、オッケー。さあジャッキリニエ、スパサブ組へ。さあここでカウンター、スパサブハービー、ジャッキリニエ、うわー簡単に取られちゃった。スパサブハービーでーす。たまにこういう時あります。いやー点が取れないな。残りもう少ないからこれで終わりかな。うーん、ということで本日最後の試合は0対0の引き分けでございました。いやーちょっと勝ちたかったんですがね、まあ、2試合目が良すぎたのかな今日は。どこですかね。お、ホラロフ選手、レフトサイドバックの選手が 7.0 の評価点でございました。はい、ということで第26節の結果はこのような形となっております。順位は大丈夫だね、ギリギリ8位ですね。ジェノアが負けたということで、まあでもフィオレンティーナが上がってきましたね、9位にね。いやでもナポリとの勝ち点差もちょっと広がってきたな、まあ、フィオレンティーナとの差も、ね、全然ないですし、ちょっと怖いね。11位までがちょっと怖いですね。8、9、10、11の勝ち点差がそんな広がってないので、ちょっと引き分け多すぎない、うちのチーム14負けってやっとサッソーロが10分けとね並びましたが、まあ、うちのチームと引き分けしましたからね。いやーちょっと頑張っていきたいところではありますね。まあ目標が8位なんでね、なんとか8位キープ、7位まで上がりたいけどね、ちょっと勝ち点差が広がってきましたね。さあということで次回はですね、リーグ戦そしてコップイタリアでございます。モンテロの交渉決裂、マジか、なかなかうまくいかないですね。お、アルカス選手がスキル獲得、お、ハービー LV トレかな、変わりましたねニックネームが。いいですね、ハービー選手に、ハービー選手にとうとうニックネームがつきました。皆さん LV トレ、 V トレ、オスティンハービーニックネーム設定しようよ。あ、ニックネームの設定とかできるんや。設定しよう。じゃあ、ついてる人。ちょっとこのタイミングで。コブラ。あ、間違えた。コブラ、ニックネームつくよ。コブラ。オッケー。ゴールマッキーナ。いいやん、いいやん。これ。あ、魔法の破法とかいる。まあ、ゴールマッキーナでいこうか。なるほど。何個か持ってる人はニックネーム選べたりもするんだ。いいね。ゴイオスもついてるよ。戦士ゴイオス。ロードランナーゴイオスでいこうか。いいね、いいね。ニックネームとかも面白いですね。いや、モンテロさんダメだったか。チームとの移籍交渉がダメだったのかな。あ、定時年俸は上がってるけど、いけてそうだね。130万だったらいいよ、みたいな。いやー、そっか。もう一回次回やりましょうか。次回の動画で。まあ、ちょっと移籍金を上げてかな。1400万よりちょっと上上げて。で、定時年俸も多分130万でいけそうなので。ちょっとチームとの交渉ですね、次回ね。ちょっとやっていきましょう。1400万以上か、OK。頑張っていきましょうか、じゃあ。はい、ということで、次回の動画はですね、セリア第27節。いやー、勝ちたいね。星2か。勝ちたいな。まあ、アタランタもね、サッソーロも、星の数で言うと、まあ、3.5 と、4かな。で、まあ、レッチェは 2.5 で勝ててたので、まあ、スベツワに勝っていい形で、まあ、強豪ナポリとの試合に準々決勝を挑みたいところですね、コッパイタリアね。で、現状今、コッパイタリアのトーナメント表を少し確認していきたいんですが、ですね、このような形となっております。はい。こっちのブロックはミラン、ナポリ、そしてアタランタ、ユベントス。いや、だからね、もしね、ナポリに勝ったとしても、ユベントス、来るかもしれないんですよね。まあでもね、今回、ね、セリア初シーズンで、まあ今シーズンからちょっと難易度とかも少し上がってるので、なかなか厳しい戦いになるんですけど、まあ前回のね、フィオレンティーナ戦も厳しい戦いだったので、今回のナポリも厳しい戦いにはなると思うんですけども、次回に頑張っていきたいですね。で、逆に向こうのブロックはインテル、そしてローマ、トリノ、ラッティオということで、まあ、そうですね、
まあ本当に予想通り上がってきてるんじゃないかなというところですね。まあシード組たちが上がってきてるというところでございますかね。はい、ミラン前回コッパイタリア優勝してますから、奇跡的になんとかね頑張っていきたいと思います。はい、ということで皆さん本日はご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますのでお手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私のツイッターのリンク、LINE グループ、白王子ファミリアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。では、また次回のウィレー2020マスターリーグでお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。